英会話スクールイングリッシュパートナーズの末田かな子です。幸運を祈る英語では Fingers crossed Fingers crossed 明日就活面接あるんだ。 I have a job interview tomorrow。 幸運を祈ってるよ、採用されるといいね。 Fingers crossed I hope you get a job となります。 Fingers crossed、 このポーズ見たことある方いらっしゃいませんか？これは、直訳すると指をクロスにするなんですが、 good luck のように、幸運を祈るという意味があります。応援の言葉と一緒に使ったり、今のように文章などで使うこともできます。幸運を祈る英語では fingers crossed、 ぜひ使ってみてください。会いに行く英会話スクール English Partners で検索。オンラインレッスンも始めました。アプリレイニー先生の動画で簡単英会話配信中。